はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日は予想通り覚醒系イベントの登場種類は期待の若手に絡ませてきたということで、本日の更新情報をまとめ、対決カーニバルの攻略法、期限が切れる契約書開封をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず本題に入る前に主な更新情報を見ていきましょう。まず一つ目が覚醒応援セットのプレゼント、マンスリー監視祭として配布となりました。ありがたく受け取っていきましょう。続いて二つ目がサイリンタイムスリップセレクション第1弾第2弾の登場、予想通りの登場となり、ガチ形式は例年通りとなっています。取り逃したタイムスリップの選手を獲得するチャンスではありますが、基本はスルー推奨です。続いて3つ目が超次チーム S 狙い撃スカウトの登場、ポジションは中継ぎが追加となりました。その他下位ランクの追加からシリーズ2の能力、アニバーサリーの能力が判明している形です。また全てのガチャの終了日が9日ということで、現時点で残り2日以下表記の契約書は引いて問題ないでしょう。そして4つ目、新ガチャ10連チャレンジスカウトの登場、こちら無料で引けるスカウトとなり、結果を見てからエナジーを消費するか判断が可能となります。今までにない面白いガチャと言えるでしょう。ということで早速ね、10連チャレンジスカウト引いていきたいと思います。これ1日1回限りってことは、まあ期間中はね毎回10連引けるっていうことで、結構面白い試みですよね。毎回ね、まあ取るかどうかは自分で決められるわけなんで、まあワクワクできるって点ではかなりいいんじゃないでしょうか。まあ S ランク確定なので演出はいい感じで出ています。まあどうでしょうね、まあシリーズ2の選手しか今は自分はねオーダーのスピリッツが更新できない状況、まあ全員4600以上で固まっている状況なので、まあシリーズが来たらねちょっと獲得しようかと思います。まあ250、お一人目から S ランク中川選手、これ多分10人目が S 確定なんでね、一人目はただただラッキーって感じで、まあこれでね、まあ10人目いらない S でもまあ S ランク2人は獲得できるってことなんですけど、まあどうしましょうかね。まあ基本は獲得しない方針でいこうと思います。さあ10人目お願いします。おー、シリーズ1佐々木朗希選手ということで、まあこれで獲得見送りすればいいって感じですかね。これでこれちょっと押し間違い注意ですね。皆さん結構連打とかして選手を獲得をしちゃったら、まあ確認場面さすがに出るかな。まあこれで結果を保持でオッケー、これでオッケーで終わりましょう。本日の更新情報は以上となります。続いて本題の対決カーニバルの攻略に入っていきます。まずこのイベントがどんなイベントかというと、 V ロード試練チャレンジカップの試合後に発生した敵と対決をするイベントです。敵を倒すことで対決ポイントが獲得可能となっており、ポイントに応じて様々な報酬が用意されています。ということでポイント解説の方に移っていきます。ポイント1つ目、出た敵は全て倒しましょう。非常にシンプルなイベントとなっています。続いてポイント2つ目、累計を早く終わらせたい場合、難易度が高い V ロードを回りましょう。難易度の高い V ロードの方がランクの高い敵が発生しやすくなっています。ただ難易度の高い敵にこだわらなくても十分累計回収は可能なため、どこを回っても問題はありません。各自のチーム状況に合わせてやる難易度を決めてください。ちなみに試練チャレンジカップを行った場合、対決相手のランクが一定の確率で決まるため、どこを回っても変わりはありません。続いてポイント3つ目、自走車に関してです。このイベントでの活躍ゲージ、試合での勝敗はイベントの進みに関係しません。ただ V ロードのストーブ、リグ、エナジー収入などが変わってきますので、無課金美課金の方は自走車で進めることを推奨します。時間がない方は自動でも問題ないでしょう。続いてポイント4つ目、強敵はなるべくカーニバルタイム外で倒しましょう。カーニバルタイム発生時には必ず強敵が発生し、パネルチャレンジにつながるメリットがあります。強敵はカーニバルタイムが終わってから倒し、強敵の発生確率アップにつなげていきましょう。続いてポイント5つ目、今回の主な報酬に関してです。まとめると、70エナジー期待の若手の S ランク契約書、 A ランク選択契約書5枚、 A ランク契約書、覚醒の S ランク限界突破コーチ、 A ランク特訓コーチ2枚となっています。豪華報酬となっていますので、しっかりと回収をしていきましょう。続いてポイント6つ目、自然回復で終わるかどうかに関してです。今回は6日間の開催のため、前回から2万ポイント累計の設定が緩くなっています。余裕を持って自然回復で終わると言えるでしょう。毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。
続いてポイント7つ目、イベント期間中は V ロードと試練のどちらを回ればいいのかに関してです。今現在経験値 1.2 倍となっており、 V ロードが若干おすすめになっています。ただチーム状況によっては試練を回っても問題ないでしょう。各自のチーム状況に合わせて選択してください。ちなみに自分は育成したい選手がいないため試練を多めに回る予定です。続いては対決カーニバル実戦の方をしていきたいと思います。まあ試合を行った後このようにね対決相手が出てくるので、まあ全員ね対決はしてください。まあ対決するの選択肢はありません。でまあ今回細川選手が相手ということで、まあボーナスミッションねこうやって毎回出るのでクリアするようにしてください。今回はストライク合計2個ということで、まあ対決内でストライク2個取れれば、まあボーナスポイントを加算になります。まあ今回だったら両方初級打ちでね打ち取っちゃったりしたら、まあ今回ねボーナスポイント獲得できずってなるので、もう今回もちょっとやばいですよね。あと1個ストライク取れないとボーナスポイントついてこないって感じになるので、 OK、 これで条件クリアですね。あというかそもそも結構やばいな、失点しちゃいけないのか。 OK、 でもクリアできました。まあこんな感じで皆さん進めてください。対決カーニバルの攻略法は以上となります。進め方は把握できたでしょうか。ようやく覚醒の登場となったのでモチベーションが高い方も多いと思います。ただできる限り自然回復で進めていきましょう。この情報が良かった方、イベントの進め方が把握できた方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いては期限が切れる契約書開封の方をしていきたいと思います。動画序盤でも触れた通りね、残り2日以下表記の契約書は次回のポジション追加に持ち越せないので、残り2日以下表記のやつは全て引いていきます。ここまでですね合計7連、まあ、S ランク 30% 契約書2枚混じっているので、まあ、S ランク1枚は当てたいところです。まあそうですね、今シリーズ2しか補強にはならないので、まあできればシリーズ2来てほしいですが、まだただね S ランク出るだけでも、まあ、ミキサー要員として今後にね取っておくので、お S ランク来ました。さあ S ランク確定になったので、あとはシリーズ2当てるだけです。お願いします。誰が来るのか。さあ調子くん笑って何枚目で来るかですね。2、3枚目。おお A ランク西川選手。5、6、最後ですね7枚目。お願いします。おー郡司選手ということで、まあねまだまだ確率は低いのでシリーズ2なかなか当たりません。契約書開封の結果はこんな感じです。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は覚醒で期待の若手が登場したということで、誰を取るべきなのかまとめた動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。